暴言騒動のフワちゃん25年版中学校家庭科教科書への掲載が一点白紙へ担当編集者はすぐに削除したい起こしてしまった x 旧ツイッターの暴言騒動でお笑いタレントのフワちゃん年齢非公表は青少年の見本になる機会も失うようだ芸能人の一言一句が話題となる SNS だが 一歩踏み間違えば炎上騒動とも隣り合わせなのがネット社会。そんなネット炎上の豪華によって芸能界追放の危機とまで言われているのはフワちゃんだ。芸人の安子25が8月2日 x 旧ツイッターに安子オリンピック生きてるだけで偉いので皆優勝ですというポストを投稿。それを見たフワちゃんが 安子の投稿内容を揶揄した上で、抽象的な発言を書き込みました。女性誌編集者。即座にネット上は炎上騒ぎに。普段はひな壇で先輩芸人に向かって傍若無人に振る舞うフワちゃんだが、当該ポストを削除した上で、本当にすみません。今ここで皆さんに報告することではないのですが、言っちゃいけないこと言って、傷つけてしまいましたご本人に直接謝ります。 と謝罪したのだが、猛省の態度を示したのですが、時すでに致死。8月5日の27時から放送される予定だったラジオ、フワちゃんのオールナイトニッポンゼロ、日本放送は放送休止に。出演していたスマートフォン、Google Pixel の CM も6日にはすべて、公式 YouTube 上などでは非公開となっています。全土今後、 次々と起きる可能性があるのは、フワちゃんの番組降板。現に、レギュラー起用されていた11日に放送される、行列のできる相談所。日本テレビ系列では、出演シーンはカットされる予定とのこと。今後の出演も未定だという。そして、フワちゃん NG の動きはこれだけではないという。実はフワちゃんは、 東京都内にある出版社が制作する2025年版の中学校の家庭科の教科書に自分らしさや個性を表す人として、タレントの渡辺直美さん36とともに起用される予定だったんです。それはフワちゃん自身も今年3月に X で明かしていて、フォロワーからはカリスマの賞などコメントが寄せられていました。さらに、 別の都内の教科書会社が作る英語の教科書には、ドジャースでプレーする、大谷翔平選手、30の元通訳だった水原一平さん、39の登場が決定していましたが、巨額不正送金事件が原因で見送られることになるそうです。フワちゃんも騒動が騒動ですし、教科書への掲載は見送られるのではないでしょうか。どう、閉塞とは、 実際にフワちゃんが掲載される予定だった教科書の制作を行った都内の出版社の担当者に直撃取材を行なった。今回のフワちゃんの暴言騒動への受け止めを教科書の担当編集者に尋ねると、本当にびっくりしました。まさか、こんなひどい言葉を他人へと向けて使う人だとは思っていませんでした。すぐに教科書から削除したいと思いました。 家庭科の教科書担当編集者。と話してくれた。ふわちゃんを起用した教科書作りはいつ頃から予定されていたのか。教科書のコンセプトなどを考え始めるのは出版の3年ほど前、21年頃からです。今回、ふわちゃんが渡辺直美さんと教科書へと登場するのは衣服の役割に関するページでした。 衣服には個性を表現する役割もございます。そのため、個性的な服装でテレビに登場するフワちゃんを、ナオミさんと共に自分らしさを衣装で表現する人として教科書へと登場させていただく予定でした。全道今後、フワちゃんの教科書への登場予定は変更があるのか。今後は適切な手続きを踏んだ上で、 ふわちゃんの教科書への掲載は見送る予定です。教科書は文部科学省の許可を経た上で印刷を行います。現在は教科書の採択期間中ですので日本本を印刷している段階。ですので学生用の教科書はまだ印刷しておりません。同。同出版社から文科省への当該部分の修正申請は8月8日に行われる。 予定だという。教科書に掲載され、青少年のお手本となるはずだったフワちゃん。それも消滅することになるようだ。タレントの渡辺直美、36、とともに自分らしさや個性を表す人として25年版の家庭科の教科書への掲載が決まっていたフワちゃん。本人は小学校の家庭科の教科書へと掲載されると考えていたようだが、 実際に掲載が決まっていたのは中学校の家庭科の教科書だ。